はこの ENTP どうやって触っていこうかと、はい、いろんな本を持ってきたんですけど、今日はこの MBTI タイプ入門職場編、 ENTP は内向思考を伴った外向直感タイプですと、革新的で物事の改革をしたり分析的にかつ戦略的にアプローチし、興味を持ったことは何でもこなそうとする、うん、誰も思いつかないような基地に富む仕事や事業を開始する時の初期の段階を他者と共同共に働くっていうことですね、うんうん、共同することに喜びを見出すと、うん、ENTP なの、まあ、NT、うん、プロメテウスですね、はい、知識とか、うん、この辺はなんか体調ピンとくるとこあるんでしょうか、要は他のこれまで NT タイプの方々といろいろ接点もあると思うんですけど、うんうんうん、なんか自分もそっち寄りだなとかって思えば思います。ただ私みたいに SJ とか、うん、はいはい、とは違うよなっていう、 SJ ではないかなみたいなのはあります。はい、ちなみにこの ENTP だとすると、うん、EN ですね、うん、なのでやっぱり冒頭この CA マイヤーさんのところでも紹介したように、はいはい、マルコポーロとかコロンブスがこのタイプだと言われるように、うんうん、この EN っていうのは、うん、行動的な革新家、活気があり人との積極的な関わりがある環境を職場環境に求める、うんうん、その時の意気込みや勢いに応じて仕事の時間を決められる、うん、先駆的な視点が活かせる、 すなわち新しいことを試すことに時間を当てる、うん、で関心を持つことは物事の仕組みや関連性、うん、学習の焦点になるのは自分の創造性や洞察を高めてくれるような興味が湧いて面白いこと、うんうん、で好む学習方法はいろいろな考えについて話したり行動する、うん、で組織に求めることはマーケティング広報から新規事業開拓などから見出せる新種性、うん、モットーはとにかく変えてみよう、うん、いろんなウサギを追う人、はいはい、今までどうです、うん、その事業で言えば、はい、そういうところがある、はい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 、っていう感じはあります。コワーキングスペースで、はい、僕が始めた時は、はい、ほぼなかった、誰も知らないみたいな。なるほど、うん、それどこから仕入れた感じですか。まあそのネット業界とか、はいはい、なんか起業家って呼ばれる人たちが、はい、もうなんか先駆者みたいな人たちが知ってたみたいな。要は、うん、アーリーアダプターの前の人ですね、はいはい、うん、イノベーターだ。イノベーターの人たちが、うん、言ってる時、言ってる時に、はい、それ面白そうってなるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、自分で作ったらってなるわけじゃないですか。なるほど、はい、それは昔からですか、うん、昔からですよ。なんかまあ人が、まあ、そういうものがあると、はい、やってみたくなるみたいな。なるほど、うん、基本的心理機能の組み合わせ NT タイプは関心の対象はこれからどうなり得るかとか可能性、うんうん、組織への貢献の仕方としては理論的な枠組みを提示する、うん、目標とすることは専門性を極める、うん、これちょっと気になりますね、うん、でよくする質問、最新のまたは最適な理論や戦略はどれか、うん、ストレスを感じるときは原理原則が間違っていたり、うん、そこに欠陥が認められたりするとき、うん、でストレスを軽減する方法としては原理原則が正しいことを確認する、うん、これちょっとねなんかこのやり取りの中でピンとくるのは、うん、僕がバーって喋る、うん、と、うん、なんかたまにね僕の中ではそれを突っかかってくる、うん、来てるなって思う時がある。突っかかってるつもりはないんでしょうけど、はいはいはい、僕はそれを今突っかかってきやがった、はいはい、で捉える時があるんですけど、はい、よくそれは今ここで申し上げたこの原理原則、うんうんうん、なんかそれ違うんじゃないうん、っていうところを発見すると、うん、そこをね必要についてくるんですね。必要についてるつもりはないですけどね、はい、で僕は要はこの動画をやってる手前、はいはい、僕の気持ちとしては、うんうん、これこれこういうことなんです、うん、が言いたくて、うん、なんとなく筋道を考えてくるわけじゃないですか、うんうんうん、でやり取りする中で、うん、このルックを気にして、うん、こういうオチをつけたいっていう時に、うんうん、このなんかね
そこなんか違うんじゃない、うん、っていうのを、うん、わーって言ってくる時があるんですけど、はいはい、あります。これは、うん、あの NF だと、はい、ストレスを感じる時、うん、というのが、うん、大切にすべきことが無視されたり否定されたりした時、うんうん、とあって、うん、でこの NT の方は、うん、原理原則が間違ってたり、うんうん、で書いてあるんですね、うん、で私が例えば SF だとすると、うん、ストレスを感じる時というのが、うん、人々の間で意見が対立している時、うん、あ、はいはいはい、だってあ、だから対立させたくない、ちょ、僕は対立させることなく、うん、動画をこういうことなんです、うん、あ、みんながためになったねって思われたいってやってる時に、うんうん、こちらの方やこちらの方では、うん、何かが違うんじゃない、うん、っていうところが気になりだすと、はい、ストレスを感じるっていうのがあって、はいはい、うんうん、この辺、まあ、だからさっきのも、はい、なんか原理原則なのかもしれないですよね、はい、こう言ってたやつ、はい、この中電の危機に対して、はい、それってこうユングの言ったあれ、それのことですかみたいな、そうですね僕の中では中年の危機、うん、中年の危機っていうイコール言葉を作って、うん、こういう概念です、うんうん、っていうのは、うん、まあおそらくユングだろうと思ってるんですね、うんうんうん、まあ、中年っていう言葉も危機っていう言葉も昔からありましたが、はい、うん、だけどこう言葉を作って、うん、こういう概念ですっていうのを1800年代にやってるわけじゃないですか、うん、でもそのユングを全く知らなくても、はい、なんか健康の話とかしてたら、はい、中年の危機とか言う人いそうじゃないですか、うん、そういうふうに出てきた全く別の概念の言葉なのかなとか、でこれが ENT です、うん、分かんないですけどね、はい、っていう、で、うん、あとは気質としましては、うん、NT というのは、うん、論理化というグループにおりまして、うん、リーダーシップスタイルとしてはビジョンを持ち、うん、システムの設計や構築をする、うん、仕事の進め方としては、うん、考えや、うん、対応方法に対して創意工夫や論理をもたらす、うん、自分の考えを検証できる奥深い複雑なモデルを、うん、その仕事の場で発揮する、うん、でラーニングスタイルとしては技能や専門性の向上のため客観的で分析的なプロセスを通して学習する、うん、周囲からどういう人として見られたいか、うん、有能で論理的な人、うん、じゃあここちょっと比較してみましょうか、うん、SJ 気質の人は周囲からどう見られたいか、はい、っていうと仕事に誠実で信頼できる人と見られたい、うん、SP 型は職人とされていて、うん、この SP 型は臨機応変でリスクを冒せる人として見られたい、うん、で NF、うん、理想家の人は、うん、嘘がなく分け隔てなく人を受け入れられる人と見られたい、うん、で NT は、うん、有能で論理的な人、うん、なので SJ は信頼できる人として見られたい、うん、で SP の人は、うん、俺はリスクが犯せるぜっていう、まあ、強さですかねそれは、うんうんうん、で NF は神ですかね私は分け隔てなく人を受け入れますっていうふうに見られたい、うん、でNT は論理的です、うんうんうん、キラーン、体調どれに見られたいとかってあります、うん、見られたい、まあ、分かんないですけどねこれ意識的には SP か NT かです、はい、ああなるほど、うん、でもそれは憧れの可能性もありますよね、うん、はい、でも憧れでいいだとすると、うんうん、いやどう見られたいかっていう、うん、そういうことじゃないですか、はいはいはい、だと僕も NT ですけどってなるじゃないですか僕も NT って思われたいですけどねうんうん、うん、でもまあそれが本当にそうなのかですけどね。そうなんですよ。だからまあ冒険できるみたいなのもかっこいいじゃないですか。そう、うん、でもそれをひっくるめて信頼できるだろうっていうと、うん、分かんなくなります、うんうん、はい、もやもやって急にしてきます、うん、